東福寺達中流銀案達中は、禅宗寺院で、祖師や門徒高層の死後その弟子が、死の徳をしたい、大事、名札に寄り添って建てた塔やよなどの委員。門いたずらによって立ち並ぶ塔の中でも手座に置かれたこと、あるいは、門徒らが党のほとりで守ったことから達中と呼ばれたなどの説がある。達中、党院、寺中、院下とも、 やがて禅宗以外の宗派でも達中に類する東大を混流するようになったり、後に改修や廃絶した者の唐のが残ったりなど、現存例は混然としている。中国の禅寺では、本来、十字を引退した者は、東道、西道の総道で、雲水たちと共同生活をする決まりとなっていた。時代が降ると、大寺の中に昭安を結びそこに従する者が現れるようになったが、 一前奏一台限りの装置であった。そのような中国の慣習が日本に伝わると、海山など、禅寺にとって、とりわけ重要な人物の墓所としての達中、当院と同一視されて永続的な施設となり、日本独自の達中という存在が認知されることとなった。さらに時代が降ると達中はより高義的なものになり、墓所だけでなく高層が住んでいた昭安やゆかりのある地に、 その異業を後世に伝えるために設立されるようになり、全州に限定されたものでもなくなっていった。室町時代、五山では、妖虚の風習が、盛んになり、多くの達中が作られた。やがて達中をよりどころに門徒が、双兵などを集めて、勢力を持つようになり、幕府は達中造営を規制したこともある。安土桃山時代に入ると、 各地の大名が自身が教えを受ける層の隠居所を寄進して、正寺委員と称する例が増え、これらも後に達中とされた。そのためこうした達中は、寺院としてだけではなく、住居としての側面も持つ。達中は、由来に示す通り松寺の一つで独立した寺では、なかったが、達中由来の市の門下として、門との格別の数形を集めて、 独自に旦那を持ち事業を抱えて経営するまでになり、実質的にはその門派の独立した一時としての発展を見た。明治時代以降は末寺になって独立している場合が多いが大規模な達中を多く抱える大寺院の寮内では、さながら寺院の立ち並ぶ一つの町のような光景を見ることができる。この例としては、京都府の大徳寺などが著名である。時代により異なるが、 室町期には主に当初と衝動を中心に、北上、クリア、両者などを廃止、小僧院の形をとる。これは後に、一般的な正寺院の原型となった。また当時流行した茶の湯の影響もあり、茶室が備えられることが少なくない。その高れ山水の庭園など、典型的な全州法上建築を現在に伝える、ものである。 京都の安陽寺の立中などでは、江戸時代には座敷を料理茶屋に貸し、遊楽主演の宿に変化していった。舞妓を呼んだり、博打をするものもあり、客は主演に興じるほか、境内の臨戦が織りなす美しい景観や楼閣から、見下ろす京都市街の眺望を楽しんだ。安陽寺には、多福安なり網など網の名がつく立中が6つあり、六網、炎山の六望と呼ばれて賑わった。 明治時代にはそのうちの三つが合併して旅館なり網となり、長順左網は現在も両邸、左網として存続している。達中は本来松員であるため三号を持たない。その代わりに陰、いおといった称号を持つ。これらの名称によってその達中の来歴をおおよそ分類することができる。ありがとうございます。